俺の名前は田中雅人、23歳。新卒で入った会社では競争社会に馴染めず、早々に戦線離脱。それでもめげずに転職活動し、ついに今日から新生活だけど、ギリギリだ。これじゃあいつまで経ってもあの人たちに合わせる顔がない。しかし俺はこの小岩出版で一人前の男になるんだ。ここが君の配属先、企画部だ。頑張ります。なかなかくせ者揃いだからいい勉強になると思うぞ。ちなみに社長、男女比とかって？男は君だけだが、ぜひ新しい風を吹かせてくれ。またでもあの人たちはいないわけだし。本日からお世話になります、田中雅人です。よろしくお願いし。まさと、嘘でしょ。名前聞いてまさかとは思ってたけど、すごい偶然、いや運命だね。これじゃあ本当にあの時と同じじゃないか。高校1年の春、俺が入学したのは今年から共学になった元女子校。家から近いしラッキーと思ったものの、なんと男子は5人だけ。目立たず静かに過ごそうと部員が3人だけという文芸部を覗きに行ったのが全ての始まりだった。これはどういう状況で喋った？声が低い。これが男。俺は未知の生物か何かですか？そうだよ。そうなの？てか急にごめんね。私たち中学からずっと女子校でさ。別に男慣れしてないというか、緊張して近づけないだけで。世界はそれを男慣れしてないと言うんだぜ。とにかくそこまで言うなら文芸部に入れてあげる。どこまで行ったっけ？私は3年で、部長の鈴木里奈よ。同じく3年の中野エリカ。まあ好きな本読んで食べってるだけの部活だけどね。メイ、斉藤メイ、入部希望ってことでいいんだよね？はい、よろしくお願いします。断る理由もない。でも大丈夫かなと最初は不安だったが、本という共通の趣味もあり意外に意気投合。それに女性経験皆無の俺でも3人と一緒にいると自然体でいられたが、3人の様子は日に日におかしくなっていき。マサト、お願いがあるの。お菓子ならもう買って。私と付き合って。はい。待って、先に告白するのは私だってば。いや、私絶対は、だ、し。どういう状況だ。まさか3人とも俺のことが。だって早くしないと JK が終わる。校舎裏の告白、制服デート、何一つできてない。このままじゃ青春の呪縛霊になってしまうよ。そういうことね。でもさすがに。じゃあ公平に1ヶ月ずつ交代で付き合って、最後に誰か一人決めるってのは。そんな冗談じゃなさそうですね。わかりました。お世話になった恩も返したいですし。そんじゃあ私からね。妄想すること約6年。全てを解放するのだ。でもこれは3人の願いを成仏させる仮の儀式。本気にしちゃ。さあ、私の彼氏になってくれる？こんなの本気にしちまうよ。もうそこは、俺も大好きだったでしょ。で、漫画ならこの後クレープ屋に。リナさんは意外に王道で可愛い。
次は…待っていたよ、愛しのダーリン。うわ、今日から君は私のものだ。さあ、我が家へ行こう。両親と最高のディナーが待っているよ。確かエリカさんって社長令嬢だったよな。恐れ多すぎる。最後はメイさんか。一番謎だけど。まあ、これでずっと一緒。はい。あ、金属アレルギー。じゃあずっと手繋ごう。ちょっと怖くてめっちゃ可愛い。こうして三者三様の魅力を贅沢に堪能した結果、最後の決断は迷わず答えが出たのだった。自分は誰とも付き合いません。偉そうにすみません。でも今の俺なんかじゃ。何謝ってんのさ。むしろ振り回しちゃってごめん。おかげで成仏できそうだよ。準備運動できたわけだし、これで大学デビュー確定ね。まあ、三人ともまた同じ付属の女子大だけどね。やっぱり俺のことが好きなのではなく、ただ男が少なかっただけ。でもいつか必ず三人に見合う男になってやる。と思って連絡はたまにしても、一人前になれるまで会わないようにしてたのに。先輩方？あ、また声低くなった。体もでかくなったような。これがヒゲ。姉さんはどこ見てるんですか？っていうか、さすがにもう俺以外の男も見慣れてるでしょ。あ、そりゃもうね、エリカ。もちろんね、メイ。いい年して誰も男慣れしてません。もちろん私も。こらメイ、本当のこと言うな。まあ中学から職場まで女子だけとなるとね。笑えるよね。いや違うんです、先輩方が変わってなくて安心しました。それに俺も大学で女子と話した記憶ないですし。マサト、よかった。とにかくここではビシバシご指導お願いします。そういうことなら何から知りたい？手取り足取り教えてあげるよ。私に教えてほしいよね。待って、マサトの教育担当は私だけど。いや、どう考えても私が。やばい、この流れはまさか。よーし、前みたいに1ヶ月ごとで変わっていく。やっぱり。あは、私たちにはその手があったわね。それじゃあ順番は前と一緒で。だからなんですぐ納得できるんですか。効率良さそうだし、わしも賛成。社長まで。というのも、三人は仕事を分担しつつ部をまとめ上げる3トップだという。その中でもリナさんは主にクライアントとの外交を担当。全てが完璧だった。これじゃあ認められるのは相当先に。ねえ、この後時間ある？はい、残業でも何でも。それじゃあ乾杯。この店はよく来るんですか？まあね、飲むのはバーとかが多いかな。これが大人の余裕なのか。でも可愛げがあったリナさんはもう。じゃあもう一軒。本当によく飲んでるんですか？うるさい。お水買ってくるの待っててくださいよ。やれやれ、可愛いとこもまだ残ってて安心だけど。うん、お姉さん超可愛いね。俺たちと飲まない？え、おわ、ちょっと失礼。
確かにこの人は超可愛いですけど、僕の先輩なんで。ああ、どかねえと怪我するぜ。く、ここは身を挺してでも。マサト、行くよ。しかし世の男は品がないね。すみません、結局助けてもらって。助けてくれたのはそっちでしょ。ありがとう。はあ、走って疲れちゃったな。誰か運んでくれないかな。でも、もう家に。そしてよ、もう。おんぶでいいですか。抱っこがいい。はい、そこまで。そろそろ交代だよ。ね、マサト。エリカさんはデータとか書類系がメインなのか。お金持ちだし、正直働かなくても。もう上がっていいよ。お腹空いたでしょ。でもエリカさん、今日何も食べてないような。私は燃費がいいから食べなくても。お、何か聞こえたかしら。ええ、よろしい。まあ、私ももう帰るから先帰っときな。一緒に食事とかはないよな。さあ、俺も帰って日課に勤しむか。って、ランニングついでになんとなく寄ったけど、まさか本当にあの人。やっぱり。まさと？まさか朝まで寝ちゃった？まだ夜ですよ。でも、ちょっと頑張りすぎじゃないですか？そう？でも、親のためにも頑張らないとさ。確か会社経営してる。数年前に倒産したんだ。再返済するために家も売ってね。そんな大変なことが。まあ、今は仲良く田舎ライフを満喫中らしいけど。でも私はずっと甘えてきたし、無理してでも恩を返したくて。そうですかね。俺はエリカさんが甘えてるとこ見たことないです。むしろ誰よりも陰で努力してること、俺は知ってますから。ってことで差し入れです。仕事も手伝いますよ。ありがとう。よし、ちゃっちゃと終わらせますか。こりゃ相当疲れてたんだな。マサト、私もう食べられにゃい。かわいすぎます、エリカ様。しかしまだメイさんのターンが。言われてみれば、あの人の仕事ってなんだっけ。やったやった、私の番だ。ここって地下の倉庫ですよね。一体何を。私の仕事はね、ここで企画を生み出すこと。え、そして一度入ったらね、自分を追い込むためにアイデアが浮かぶまで絶対出ないの。はい。もちろん社長公認で常にカメラで安否確認。最大滞在は12時間で飲食物は配達可能だよ。じゃあサクッと思いつくから待っててね。まさに天才型って感じだけど。だー、何も思いつかやい。ああ、もうダメだ。アイデアが枯れた。意外にしっかり苦悩してるんだ。人付き合いも事務も苦手。私なんて社会に馴染めないただの。そんなことないですよ。昔から誰も思いつかないようなアイデアをひらめいてますし。そう？社会に馴染めなくても俺はメイさんの才能や努力も知ってますから。もし俺に何かできることがあれば。じゃあこれで合ってます？合ってる。この可愛さ、無自覚なのか。どうです、
何か思いつきました？なーにも思いつかない。うっ、じゃあ次はソファーで。はい、そこまで。へえ、はい。そんな三者三様の仕事術と魅力を間近で学んで約1年、俺は外交、書類、企画の全てを一手にこなせるようになっていた。無事に企画部の拡大も決定し、新入社員も大勢配属。しかしそれは新たな戦いの始まりだった。先輩たちマジでベチェンっすよね。ああ、自分は新卒のヤバすぎっす。超フレッシュな男たちが襲来、当然3人はモテモテに。その中でもあの子が特に絡んでるけど、正直3人のタイプではないし。先輩方、先ほどの会議の記録です。あとコーヒーよかったら。あ、爽やかくん、いつもありがとう。そう、爽やか、高身長イケメンの彼だけは要注意すぎる。勝ってるところが一つも。先輩、ちょっと聞きたいことが。仕事のことなら何でも聞いてね。新人の浦有さん、なぜかよく話しかけてくれるんだよな。先輩って給料いくらです？あと貯金とか。てか彼女います？特別に私が。彼女はいないけど好きな人はいるよ。ち、何よ、裏表が露骨だな。まあ俺はブレずに3人のことを。先輩、これよかったら。いつもカフェオレでしたよね。ありがとう。ほんと表竹さんって器用だし気が利くね。いえいえ、先輩には叶いません。表竹さんもよく話しかけてくれるけど、この子にも裏があるのか。そんな新人たちだが、いつしか自然と男性社員はあの3人が、女性社員は俺が見守るような構図に。浦有さんはあれ以来絡んでこなくなったが、表竹さんは変わらず話しかけてくれる。しかし俺はいつも視界の隅であの3人と、いつもそばにいる彼のことを気にしていた。仲良さげだな。てかなんか最近距離置かれてる気が。よし、近々ご飯でも誘ってみるか。え、今夜は空いてるけど。食事でもどうかなと。それならあの3人も誘ってみていい？ダメです。表だけさん、先輩にしか話せないことなんです。これはさすがの俺でも察しがついちまう。それじゃあお店の場所とかすぐ送りますね。彼女はいい子で優しくて、でもやっぱり俺はあの3人が。爽やかくん、なんか顔真っ赤だったような。ああ、先輩方、そろそろ俺と飲み行きましょうよ。今度はヤバすぎくんか。相変わらずモテモテみたいだけど。だって彼氏とかもいないんでしょ？彼氏はいないけど、好きな人ならいるから。それに今夜は、爽やかくんと予定があってさ。じゃあ、俺も一緒に。私たちにしか話せないことらしいから。三人の好きな人ってまさか、って、そりゃそうか。急だったのに、来てもらってすみません。ああ、うん、全然。こんないい子に好きになってもらえる男になれたんだ。それだけでもう十分なのか。3人に追いつくために始めた男磨きなら終わらせるのもやっぱり。話なんですけど、私職場に好きな人がいて。ごめん、俺にも好きな人たちがいてさ、本当に申し訳ないんだけど、やっぱり諦められそうにないんだ。先輩、今3人がどこにいるかはわからない。でもリナさん、エリカさん、メイさん、俺が絶対に見つけますから。もう見つけてるんだけど。
先輩たち、なんでここに？そこの店で、爽やかくんと、ね、マサトこそ、何してるの？いや、俺も、表竹さんと食事に。でも、まさか隣同士だったとは。それで、ちゃんと告白 OK したんでしょうね。あの子の行為には、さすがに気づいてたでしょ？誰から見ても、仲良さげだったし。いや、断って飛び出してきました。三人に会いたくて。高校の時からもう虜で、だからこそ中途半端なまま関係を続けたくなかったんです。今もまだ三人に見合うとは思ってません。ただ一つだけ断言できます。俺は先輩たち以外の女性を好きになることはこれまでも、そしてこれからも一生ありません。わざと？そんなの、私たちだって一緒だよ。他にも男性はいる。でも、私の中の男は、今も昔もマサトだけ。爽やかくんには悪いけど、私たちも飛び出してきてよかった。リナさん、エリカさん、メイさん、これからも三人のために生きていっても。いいに決まってんでしょ？ちょっ、この子のどの本よりも男らしくなっちゃって。好き好き好きで、誰を選ぶの？私だよね。その件はまだ保留で。それからも俺は3人の美女に囲まれる日々を送った。いつしか仕事も私生活も一緒にいようと4人でシェアハウスも開始。ちなみにヤバスギ君とウラアリさんはシンプルに仕事についていけず、戦線離脱して姿を消した。そして数年が経った今、俺たちは結婚式場にいる。いやはや、まさか先に結婚されるとは。爽やか君と表竹さんがね。そもそも二人は入社式で一目惚れし合ってたんでしょ？でもお互い緊張で話せないからって、それぞれ相手の仲のいい先輩に相談しようとしたと。で、俺たちは変に思い上がっていたと。てか、マサト、そろそろ私と結婚でいいよね？ほら、誓いのキスを先に。おっと、愛しのマサトくん、こっちを向いてよ。幸せだけど首が。じゃあ、ここはいつもので、まず私から。次はこっち。終わりよければすべてよーし。愛してやまない3人をこれからも愛し抜くため、俺は一人前、いや3人前の男になれるよう努力を続けていくのであった。見るです。もし時間があれば